はい、野球のことも話しません、はい、今日は皆さん、はい、何も考えないでください、はい、これからですねするのは、うん、この位置に座ってもらったのはですね、はい、ジェスチャーゲームをしようと、はい、今こう立っているポジションで説明しますが、はい、チーム中山、はい、チームマックさんですね、はい、でマックさんと中山さんがまずペアのチーム、はい、でチアのお二人ゆいさんとアンズさんがチームでジェスチャー対決していただくんですが、まずうちのスタッフさんがちょっと後ろに行ってもらって、はい、回答者が中山さん、ジェスチャーする方がマックさん、はい、で、マックさんが見えるように後ろのスタッフが、どん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 お題出していきます、はい、でお題を出していただいてマックさんがジェスチャーする、うん、ま、ダイさんが答える、はいはい、でもし当てられなかったらパスしていただければお題どんどん出てきますんで、はい、出していただくと。負けたチームはお二人視聴者の方にプレゼントを出していただきます。クリスマスも近いですし、お正月も近いですから、選びやすいんじゃないかなと、はいはい、思っておりますんで、よろしいですか、はい、これ見てる人はこれから何するか分からなかったかもしれないけど、説明で、やれば分かる、さあやっていきたいと思います、はい、ということで、じゃあ制限時間1分、はい、先にマックさんがジェスチャーする、で、中山さんが回答する、はい、はいはい、チームマックさん、よし、いきたいと思います。カウントいきます。3、2、1、スタート。バスケットボール。はい、よし、ラブラブおでん、パーティー、はい、3、ほい、よい、簡単だね、え、簡単だね、あ、これ色味しくないな。はいはいはい、いや、わかる人はわかる。置いといて残り20秒、メリーゴーランド、すごいじゃん、パソコン、はい、正解、あ、これ全部当たる、10秒、クリオリクリオリ、あ、トリトリ、正解、4、3、2、1、終了。終了。最後わかるやろ。最後。一番身近な人おるやろ。え？こうやってその人おるやろ。社長？そう。正解。正解。中山さんのところあの会社の社長、あざとみ社長がお題にですよね。入れたのよ。いやー今。うん。いやだって。本当ね。よかった、でも最後それメリーゴーランド、よくわかるかな、すごいすごい、いやいや、攻めです。え、何本言いました、結構だ、これかなり、これね、7、これ7本してるんで、ちょうどプレッシャーかかったよ、ちょうどプレッシャーかかったよ、バッチリ、マックスも分かりやすかったもん、はい、じゃあ今度は1分間、センスいいよこれ、アンズちゃんがジェスチャーしてて、で、ゆいちゃんが答えると、準備よろしいですか、はい、はい、じゃあじゃあよろしいでしょうか、はい、はい、いきまーす、3、2、1、スタート。ハンドブレイク、キリン、お、正解、おー、猫、お、正解、メガネ、パンダ、お、正解、おー、そっか、お、正解、ペンギン、お、正解、ちょっとなんだこれ、アイドル、お、正解、これ、お、ちょっと難しい、パス来た、パスパス、坂本、残り20秒、寿司丼前、はい、ジップ、それ
白かった。いいいいジェスチャーじゃん。ジェスチャー確かにジェスチャーって言ったらジェスチャーなんですけど、ちなみにですね、アルベックスチーム、チアリーダーズチームは、正解数9ポイントです。うわー長いのスペシャルです。だってね、だって慣れだったんだよ、これで平均だもんね。ちょっと最初のね、動物ラッシュがすごくスムーズに答えしてた。なったね、うん、今のところ7ポイントですから、2ポイント、2ポイント、最低2ポイントね、はい、追い上げないといけないんでしたね。よろしいでしょうか、よろしいですか。まだ始まってないよ。何よ終わるよ。さっき終わるよ。はい、よろしいですか。あ緊張するこれ、はい。それじゃあカウントいきます。こっち向かなきゃだからね。はい。3、2、1、スタート。野球。はい。相撲。はい。早く早く。めくり直そう。テニス。ロテニス。お化け屋敷。パス。歌手あサンプラザあ東中野君え知らんパスわかんない残り20秒パスパスパス猫惜しいあドラえもん10あー右パス8 7 6大沢さん5 4一郎さん3お正解2 1終了え、これ何俺が悪いのどっちが悪いのどっちだこれこれ難しいよこれ前難しいこれね何難しいんですよこれはね、結構お題が格段とレベルアップそう急に出るよねだったじゃん。え、なんだこれ。急に俺パスしたやつなんなん。どこ。絶対わからない。パスが来て。あのさ、もう一個あったミッキーマウスやったっけ。ミッキーマウス。これはカラオケ。カラオケ。いや、もう一個パスしたよね。クマだわ確かにクマ表現しろって言われたらなかなか特徴がね、まあ大きいっていうとこと、まさかこういうことですかね。ありがとうございます。これは結構難しかったと思う。お題が4問5問これは正解は5問でございます。ゆいさん行きたいと思います。よろしいですか。はい、はい、行きます。カウントいきます。3、2、1、スタート。ああ正解。はい、正解。難しい、これ難しい、これ難しい。ああスナップせろ、スナップせろ。ああはい、パス。あ、来たよ、来たよ。トトロみたいなやつ。トトロ恐竜。あ、正解。あ正解。あなんか寿司終わった。あさっきおこちお寿司屋さん正解。おおちょうだい。ああこれ見ましたよ。あちょうだい。あ3枚正解。3枚か緊張いやあパスうさぎ正解。10秒9 87 6 5 4 3 2 1 終了。ちょっとね、振り返っていきたいと思いますね。なんだ、もうネタなくなっちゃう。ネタ多いよこれ。多いやこれ。ザンマ言うとやんまだ振り返って、ちょっと振り返っていきたいんですが、ちょっと答えられなかったのたくさんあったけど、そうですたこ焼き。これたこ焼きはマックスはすぐね、パッと来てましたよね。
あと何だろう。あ、それ答えになんなかったね。恐竜。恐竜じゃない。恐竜だ。行けた。乗って。あ、ジェットコースター。いや、ありがとうございます。じゃあね、あの得点、女性陣、はい、6ポイントでございます。お、はい。まだまだね。ということで、合計女性陣15ポイント。お、アルビレックスチアリーダーズの勝利でございます。ということで、お二人、お年玉か、クリスマスプレゼントかご準備いただいて、はい、視聴者の方に、プレゼントしていただくんですが、中野さん、これは応募方法は、応募方法はインスタ、ツイッター、インスタとツイッターで応募で、はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。欲しい方にクリスマスプレゼント欲しいですと、うん、楽しかったですね。いや、楽しかったです。以上、新潟ジェスチャーチャンネルでした。